レオと鉄平の関係は何なのか。おそらく孫と祖父だと推察します。あらすじにはこのように書かれています。当該の大学を卒業後、島の炭鉱業を取り仕切る高場工業の職員として羽島に戻ってきた。同じ大学を卒業した幼馴染の賢章と百合子も帰島したというように書かれています。鉄平、賢章、百合子は大学の同級生ということになります。大学を卒業してすぐに島に戻ってきたということは、普通に4年生の大学で卒業したということになると、満22歳、つまり1955年鉄平、賢章、百合子は22歳もしくは23歳ぐらいの設定ということになるのではないかと思います。レオと鉄平が孫と祖父という関係だとすると、レオと鉄平の間にはレオの父親、すなわち鉄平の息子がいるはずです。レオと鉄平の顔が似ているのは覚醒遺伝だと考えています。覚醒遺伝と祖先が持っていた遺伝形質が世代を隔てて子孫に現れる現象です。簡単に言うと、祖父母やそれ以前の世代で現れていた特徴が父母には現れず、子供に現れる遺伝のことです。だから鉄平とレオは似ているということです。そうなると鉄平の息子、つまりレオの父親は、このレオと鉄平には似ていない可能性が非常に高いと考えられます。そうなるとレオの父親、つまり鉄平の息子は、この二人に似ていない人物ということになります。つまり有名な俳優さんのサプライズ出演が期待できるということになります。レオの父親は有名な俳優さんが出演すると予想しておきます。この相関図を見ると、朝子も幼馴染ということになっています。つまり鉄平、賢章、百合子は当該の大学へ進学、朝子は大学には進学せず銀座食堂で働いていたということになります。ただこの銀座食堂という名前、銀座という名前が入っているのが少し気になるところです。東京と何か関係があるのでしょうか。まずはこのドラマの構成を確認しておきましょう。まずは羽島編。羽島編はいわゆる軍艦島での物語です。1955年から始まり、軍艦島は1974年の1月に羽島炭鉱が閉山し、4月島民が一斉に軍艦島から退去しています。つまり羽島編は1955年から1974年4月までの19年間ということになります。そして現代編はあらすじに2018年夏東京と書かれているので、現代編のスタートは2018年、そして70年間の物語ということは、1955年から70年は2025年までなので、現代編は2018年から2025年までの物語ということになります。そうなると1974年から2018年までの44年間が空白となってしまいます。おそらくここに〇〇編というのが入るのではないかと推察します。この中で言えば、1974年から2018年までの44年間が一番長いということになります。羽島編が終わってからのこの44年間の間に大きな動きがあるのではないかと考えられます。鉄平とレオの関係は、そしてレオはなぜ東京にいるのか、そのあたりがとても気になります。ここからは予告を少し見ていきたいと思います。予告で百合子が鉄平が帰るって言うからついてきちゃったというふうに朝子に言っています。この言葉から考えると、百合子は鉄平に好意を持っている可能性があるということが考えられます。
鉄平が箸まで働くと言ったことに対して、父親の一平はダメだよというふうに反対しています。この反対しているのは、鉄平を大学まで行かせたのに箸まで働くと言っていることに対して反対しているのではないかと推察します。リナは歌手だと言っていますが、本当に歌手なのか。もし歌手だとすれば、この1955年の羽島編ではまだ無名の歌手ということになるのではないかと思います。そしてこの羽島編の終わった後、もしかすると超有名な歌手になっているという可能性は十分に考えられるのではないでしょうか。現代編までに国民的歌手になっている可能性すらあると考えています。麻子が夢が叶うたと言っているのは、鉄平が大学へ行くため島を出て行ってしまって寂しかったのが島へ帰ってきたということで、自分の恋が叶うかもしれないというふうに思ったからこそ夢が叶うたというふうに言ったのではないでしょうか。朝子の夢は鉄平と結婚して幸せになることではないかと予想します。おそらくそういった感じの夢だとすれば、その夢は叶うことはないというふうに考えています。そして現代編でレオの前に現れる謎の婦人泉は出会ったばかりで、レオのホストクラブに通っていたというわけではなさそうです。ほぼ初対面といえるレオに対して、ホストクラブへ行きレオのために大金を使う泉、しかもそのレオに突然プロポーズをするという泉とレオはおそらく60歳ぐらい年齢差があるのではないかと考えられます。そこまでしてレオを羽島へ連れて行きたいということなので、相当大きな理由があるのは間違いありません。あらすじを確認していきましょう。私と結婚しない？2018年夏、東京。その日暮らしのホスト、レオは出会ったばかりの怪しげな婦人、泉から突然プロポーズされる。ホストクラブに案内すると、レオのために大金を使ってくれる泉。都合のいい客に巡り合ったレオは、後日再び現れた泉の誘いに乗って、軽い気持ちで長崎を訪れる。フェリーに乗る二人だったが、近づいてくる羽島を前に泉は思いを馳せて。1955年春、長崎県羽島、炭鉱員一平の家に生まれた青年鉄平は、島外の大学を卒業後、島の炭鉱業を取り仕切る高場工業の職員として羽島に戻ってきた。同じ大学を卒業した幼馴染の賢章と百合子も帰島した。鉄平の兄新平や島の食堂の看板娘麻子、鉄平の母春ら、みんなが鉄平の帰島を喜ぶ中、一平だけは激怒する。さらに高場工業の職員で賢章の父達夫もまた息子の就職先については思うところがあるようだ。同じ頃、羽島に謎多き美女リナが降り立つ。歌手だというリナに興味津々の鉄平たちだが、未来の希望と活力に満ちた高度経済成長期の羽島と、どこか閉塞感が漂う現代の東京、70年の時を超え2つの異なる場所をつなぐ若者たちの物語が今幕を開ける。羽島を前に泉は思いを馳せるということなので、過去の羽島でのことを思い出していると考えられます。ということは、やはり泉は羽島編に登場している人物の未来の姿という可能性が非常に高いです。海に眠るダイヤモンド第1話は10月20日日曜日夜9時から初回25分拡大スペシャルでスタートです。日曜日までいろいろ考えながら待ちましょう。ご視聴ありがとうございました。